北海道で切迫しているマグニチュード9前後の巨大地震をご存知でしょうか。北海道は国内最大クラスの巨大地震が想定されている場所ですが、専門家と一般人の温度差が非常に大きい地域でもあります。さらに今回紹介する巨大地震では、北海道だけでなく東北や関東でも大きな被害が出る恐れがあります。北海道の沖に位置する千島海溝では、日本列島が位置する陸側のプレートの下に太平洋プレートが沈み込んでいます。このプレートの境界では巨大地震が繰り返し発生していて、最近発生した地震から遡っていくと、2003年、1995年、1973年、1969年、1963年、1952年、1918年、1894年、1843年とマグニチュード8前後の巨大地震が相次いで発生していることがわかります。ここまででも非常に規模の大きな地震ばかりですが、近年の調査で1611年もしくは1637年に、特に大きな津波を発生させた1843年や1952年の巨大地震をはるかに上回る巨大津波に襲われ、最大で海岸から4キロほど内陸にまで到達していたことが判明しました。この津波を発生させたのは、これまで十勝沖、根室沖の震源域が連動した巨大地震だと考えられていましたが、2011年の東北地方太平洋沖地震を受けて再調査を行った結果、今まで考えられていたよりも広い範囲がずれ動き、マグニチュードは 8.8 に達していた可能性があることが判明しました。またこのタイプの巨大地震は、津波堆積物の調査から過去6500年の間に18回発生していたと推定されていて、地震調査委員会によると平均発生間隔は340年から380年です。1611年もしくは1637年に発生した最新の巨大地震からすでに380年から410年ほどが経過していて、340年から380年という平均発生間隔を考慮すると、次の巨大地震が今この瞬間に起きてもおかしくない時期に入っています。前回の地震から次の巨大地震までの発生間隔を1とした時に、現時点でどのくらいまで時間が経過しているかを示す地震後経過率を見てみると 1.01 から 1.19 となっていて、これは国内で最も高い数字です。1を超える数字は推定されている次の発生時期をすでに過ぎていることを示していて、今後30年以内にほぼ確実に発生すると言われている南海トラフ巨大地震の 0.85 と比べてもかなり危険な状態だということがわかります。このようなことから、政府の地震調査委員会は2017年に切迫している可能性が高いとする報告書をまとめ公表しました。この報告書などを受けて、内閣府の日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会は2020年に最新の震度と津波の想定を公表しました。それによると、千島海溝で発生する地震は最大でマグニチュード 9.3 に達する可能性があります。2011年に発生し、東日本に甚大な被害をもたらした東北地方太平洋沖地震がマグニチュード 9.0、 今後発生するとされている南海トラフ巨大地震が最大でマグニチュード 9.1 ですので、これらの地震を上回る規模になる可能性があります。一見するとあまり差がないように感じるかもしれませんが、マグニチュード 9.3 というのはマグニチュード 9.0 の 2.8 倍、9.1 の2倍にもなります。想定されている南海トラフ巨大地震が2つ同時に起きる、もしくは2011年の東北地方太平洋沖地震が3つ同時に起きるイメージです。千島海溝でマグニチュード 9.3 の巨大地震が発生した場合の震度分布がこちらです。北海道東部の太平洋沿岸を中心に震度6弱以上の揺れが想定されていて、北海道厚岸町付近で震度7に達する可能性もあると推定されています。
またプレート境界で発生する地震のため大津波も発生すると想定されています。具体的な高さは択捉島で最大10メートルから30メートル、色丹島や国後島などでも10メートル前後、根室市から襟裳町付近にかけて10メートルから最大で25メートル前後。また津波は北海道の沿岸だけでなく東北から関東の沿岸にも押し寄せ、東北で10メートル前後、茨城県や千葉県でも5メートル前後に達すると想定されています。北海道では浸水する範囲と津波の到達時間も公表されていて、例えば根室市や釧路市では第1波の到達は地震発生のおよそ10分後、最大の高さになるのは30分後、えりも町では第1波の到達が10分後、最大の高さになるのが40分後と想定されています。それではこの巨大地震にどのように備えればいいのでしょうか。まずは地震の揺れに備えて家の耐震性を確認してください。近年の研究で災害への備えを行わないのは、やらないといけないことは分かっているけどやるのは今じゃないと重要な判断を先送りする思考が原因であることが分かっています。特に1981年より前の旧耐震基準の時代に建てられた建物に住んでいる方は、家の耐震性を必ず確認し耐震補強を行ってください。屋内では家具を必ず固定し、特にベッドやソファーなどくつろぐ場所に家具が倒れてこないようにしてください。また津波からの避難は海から離れるのではなく、より高い場所に逃げるのがポイントです。近くに高台がない場合は、頑丈なビルのできるだけ上の階に避難してください。海から離れた場所に避難しても標高が変わらなければ意味がありません。また積雪が多い地域では路面の凍結や積雪によって本来行くべき避難場所に行けなくなることも想定してください。東日本大震災では防寒具を持って逃げたため屋外で一夜を明かすことができたという方も多くいました。自分の住んでいる地域に合わせた避難のあり方を考えてみてください。地震や津波の後も自宅が使用できるという方は、水や食料、簡易トイレなどの備蓄もするようにしてください。広域災害の場合、最初の数日間は食料がまともに入手できなかったり、避難所に行っても仮設トイレが設置されていなかったりします。家族全員分を最低でも3日分、できれば1週間分備蓄しておくことで、食料を入手するために避難所などで長蛇の列に並ぶ必要もなくなります。その他、停電やガスの供給停止に備えてカセットコンロや懐中電灯、ランタンも備蓄しておくと避難生活の負担を減らすことができます。北海道は地震が少ないといった誤解をしている人を見かけることがありますが、日本は全ての場所で大地震のリスクがあります。特に千島海溝ではかなり頻繁に大規模な地震が発生しています。北海道にお住まいの方も家具の固定や食料の備蓄などできることから備えを進めてください。